エーモス・ケンドールエーモス・ケンドールは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、教育者、事前科。コロンビアモーローは教育施設の創立者。マサチューセッツ州、ダンスタブル生まれ。クロトン・アカデミーとダートマス大学に学び、1814年に、ケンタッキーに移る。家庭教師や新聞社キングの後、新聞社の編集長になった。熱心に支持していた。 大統領候補のアンドリュー・ジャクソンが大統領に当選すると郵政長官に任命された。また、ワシントン DC の地域新聞の編集長になり、モールス信号を発明したサミュエル・モールスの法律相談役を務めた。老学校を作ったのは、ある人の依頼で5人の老児の保護者になったためで、最初から計画したものではなかった。 1842年に購入した100エーカーの所有地のうちにエーカーを寄贈し、施設を作った。その後、コロンビアモーローア教育施設の校長、エドワード・マイナー・ギャローデットと共に、連邦議会に対して、大学部として学位を授与する権限を同教育施設に与えるように説得し、これが1864年の国立ローア大学の設置につながった。 1869年6月、国立ローア大学で第1回卒業式が行われた時出席し、大学の発展を見届けた後、その年の11月に死去した。ありがとうございます。